今回は大分県、別府市。大分県第2の都市、別府の中心市街地をご案内します。別府市は、大分県の東海岸、中央部に位置する市です。隣接する大分市に次いで、大分県内第2位となる、112,779人の人口を擁しています。別府温泉で有名な観光都市であり、経済的には大分都市圏に属しています。中心市街地は、JR 別府駅より東側のエリアであり、駅前通り商店街と接する形で、時は別府店があります。JR 別府駅、温泉都市として全国的な知名度を誇る別府市の代表駅。表玄関である東口周辺には温泉旅館やホテルが集積しており、東口駅前広場には源泉かけ流しのっていうも設置されています。JR 九州、日豊本線に属する駅であり、1911年に開業しました。2面4線のホームを持つ高架駅であり、2020年度の1日あたりの乗車人員は4241人でした。こちら西口、山手口周辺にも同様にホテルや旅館が集まっています。また、駅前バスターミナルに加えて、駅前通りを進んでいくと、別府市役所や検察庁など行政機関も集積しています。別府駅では、特急ゆふ、ゆふいんの森、九州横断特急、あそぼーい、が、当駅始発、終着で運転されているほか、JR 九州の直営駅であり、緑の窓口が設置されています。また、中央口には自動改札機が導入されています。東口の海岸口は別府駅の表玄関であり、多くの観光客、ビジネス利用客が立ち寄るエリアです。高架下商店街である別府駅市場も接続しています。別府駅前通りを進んでいきましょう。正式名称は、大分県道32号、別府停車場線です。別府市の繁華街を貫くメインストリートであり、かつては、片屋根式アーケードも設置されていました。国道10号まで続く通りには、ホテルや金融機関が軒を連ねるほか、昭和を感じさせるレトロな商店など、趣深い街並みが広がっています。1956年に廃止されるまで、九州初の路面電車である別大線の北浜から別府駅を結ぶ支線が走っていました。時は別府店。1988年に開業した別府市中心部の大型商業施設の一つ。観光地に立地しているため、開店当初から大型の土産物売り場を設置しています。キャッチコピーは、ふるさとのデパート、世界の商品。別府タワー、名古屋、テレビ塔、大阪通天閣に続き、日本で3番目に建てられた高層タワーです。高さは90メートルで、別府市の観光シンボルとして親しまれています。17階、55メートルの展望台からは、別府市街や別府湾が一望できます。2002年以降は、広告のネオンサインはアサヒビールと契約しています。2007年には、国の登録有形文化財に指定されました。ソルパセオ銀座。旧、別府銀座商店街。以前は古い店舗が中心でしたが、近年は飲食店と外国人による国際色豊かな店舗が出店し、空き店舗は少ないです。中心市街地、活性化計画に基づいて、空き店舗を改装した、プラットフォーム、07には、別府竹細工の職人工房などもできました。飲食店が多く、宴会シーズンの夜は、昼間よりも人通りが多いです。毎年、七夕飾りやクリスマスイルミネーションなども実施されており、車でお越しの際は、夢タウン別府の駐車場を利用できます。クスノキ銀天街。かつては別府市、最大規模の商店街でしたが、市役所の移転や1992年の商店街大火、2005年のクスノキ温泉の閉鎖などにより商店数が急速に減少しました。中心市街地、活性化計画に基づいて、空き店舗を改装した、プラットフォーム、06、は、3世代交流サロンとして活用されています。休日の日中でしたが、
人通りは少なかったです。長い歴史を感じさせる、これらのアーケード街から、かつての別府の賑わいぶりを、想像しました。天狗通り、ホットストリート弥生銀天街。旧称、弥生銀天街。古くからの商店街であり、シンボルは、弥生天狗です。1997年には、アーケードが全面更新されましたが、近年は空き店舗が目立っています。西宝寺通り商店街。伊能忠敬ゆかりの記念碑もある古くからの街道筋の通りは飲食店が多いです。中心市街地、活性化計画に基づいて、西宝寺南側の古い長屋を改装した、プラットフォーム04はセレクトショップ、プラットフォーム05は芸術家などが滞在して、作品を発表するアートスペースとして活用されています。別大国道。国道10号の別府市東別府と大分市育市の間の約 7km の区間の別名。大分市と別府市を結ぶ一般道の幹線道路は他には一切ないため、九州で最も交通量の多い区間の一つです。夢タウン、別府。楠木港、旧別府港跡地に開業した別府市の画的商業施設。中心市街地の高立地に加え、店舗数97店、延べ床面積87,735平方メートルの大型商業施設であり、休日は多くの人で賑わっています。こちらは別府駅、西口周辺の様子です。西口には主に、温泉やホテル、行政機関が集まっています。マンションや一軒家など、住宅街も広がっており、落ち着いて住みやすそうな街並みでした。別府駅から大分駅までは、在来線で12分ほど。その立地的な関係から、大分都市圏に含まれており、大分のベッドタウンとしての側面もあります。大分へ通勤、通学する方が、多く住んでいます。こちらは週末、夜の別府市の様子です。夜になると、繁華街を中心に、観光客と見られる方々が、多く市内を歩いており、飲み屋街は賑わっておりました。大分県第二の都市、別府市。別府温泉で全国的な知名度を誇るこの都市にも、歴史ある中心市街地が広がっていました。駅周辺では、新設ホテルの開業が相次いでおり、2021年には、かつての近鉄百貨店の跡地にて、大型リゾートホテルの建設が着工しました。市内各所で、観光資源である温泉マークを見ることができ、温泉都市にやってきた旅行気分を強く実感できます。また、昭和を感じさせるようなレトロな施設も残されており、古き良き温泉街で非日常を楽しむことができます。隣接する大分市からのアクセスも良好であり、温泉という強い魅力を持つ別府市。九州、東部の温泉都市へ、ぜひ一度、足を運んでみてください。